はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はこちらピアさんに訪れております。ピアさんといえばですね、この群馬県の中でも大食いがみんなこぞって集まるデカ盛り店。しかももちろんデカ盛りだけではなくてね、ベースの洋食も何食べてもとにかく美味しい素敵なお店さんなんですけれども、いつもねパスタのチャレンジメニューであったりとかデカ盛りいただきますが、今回はこちらのドリアをいただきたいと思います。もともとですね、通常提供してあるメニューでもこの3キロサイズのチャレンジメニューがあるんですけれども、2月から限定でですねカレードリア販売してましたので、この3キロのチャレンジメニューをですね、その限定のカレードリアでできないかとご相談させていただいたところ受けていただきまして、今日はねこの美味しいカレードリアをデカ盛りで堪能したいと思います。もちろんですね、通常のチャレンジメニュー通り制限時間は30分に設定させていただいて、今回は挑んでいこうと思います。いやドリアですからね、早速この出来たて熱々いただいていこうと思います。お願いします。はい、はい、始めさせていきますよ。はい、大丈夫です。はい、いただきます。いただきます。よいしょ、うまそう。ちょっと大きいスプーンでいきたいところですけど、口やられちゃいそうなので普通のスプーンで。うわ、音届いてるか分かんないんですけど、このチーズのサクサク感、うわうまそう。いただきます。熱そう。うまっ、うまっ、うわうまっ、うまいです。今回はね、トマトベースのカレードリアということで、カレー自体のねちょっとスパイシーさもあるんですけど、このトマトの酸味、チーズのまろやかさ、たまんない。うまー、あっつ。またこのカレードリアなんですけど、具材がねカレーの具材ではなくてドリアらしいほうれん草とかベーコン、これが入ってるんでやっぱうまいね。ドリアってうまいわ。出てきた。これですね、通常のカレードリアではなくハンバーグカレードリアなんで、でっかいハンバーグも入ってますよ。ハンバーグだけでいこう。うまっ、うわうまっ、うまっ、
本当ごめんなさいね、これ見て食べたいと思ってくださった方もちょっと公開時期にはね限定の販売が終了してると思うんですけど、皆さんにもねいろいろ食べてほしいわ以前はねピザを何種類もいただくような大食い動画もね撮らさせていただきましたけど、改めてちょっとレギュラーメニューをね紹介するような動画も撮りに来ないとね。うん、うまっ。暑いな、でも したら、ちょうどただいまですね、この3キロのチャレンジメニューぴったり約半分完食させていただきましたので、せっかくドリアですからね、ちょっとこの辺りでタバスコでね味変したいと思います。チャレンジなのにちょっと楽しみすぎてるなベースにトマトが入ってるからタバスコ合わないわけないですね。うまい。あっつい。あともうこのワンブロックだけだ、残りあっという間最後はやっぱりタバスコ追いかけしちゃいますか。
まあただこれ本日最後ですね、ハンバーグで締めさせていただきます。ごちそうさまでした。終わっちゃいました。残りですね、本日は14分58秒ということで、15分と2秒ですかね。で、しっかりとクリアさせていただきました。改めてごちそうさまでした。いやちょっと今日あまりにも、まあいつもなんですけど美味しすぎましてですね、まあ、3キロという心地いい重量だったのでペロッといっちゃいました。でちょっとこの後ですね、まだお腹に余裕があるのでデザートだけ追加注文しようかなと思います。でそれに合わせてですね、先ほども触れさせていただきましたこの3月の限定メニューということで、今月のねピアさんの限定メニューはこんな感じとなっております。皆様もですね、ぜひこの美味しそうな限定メニュー食べに来てみてください。美味しそう、ありがとうございます。します。ということでですね、本日追加させていただきましたデザート、カタラーナとアップルパイということで、一緒にねちょっとこのアイスコーヒーも注文させていただいたので、本日の締めのデザートいただきます。ちょっとアップルパイがいただこう。あー美味しい。やっぱチャレンジの後の美味しいデザートは幸せですね。うまー。コーヒーが合うな。ちょっとカタラーナを。うまっ。改めてデザート完食させていただきましたということで、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、本日もこちらピアさんで美味しいチャレンジメニューいただきました。やっぱ出来たてのドリア最高ですね。まあ今まで何個もこうパスタであったりとかドリアであったりとか、それ以外にもピザですね、そういったものをこちらのお店さんでいただきましたけれども、全部美味しいんですよ。でかつね、こう毎月限定メニューなんかも販売しておりまして、地元の方にも大人気の洋食店でございます。この辺りでですね、もう洋食を食べるのであればまずピアさんに来てほしいと思いますので、ぜひですね皆様も気になったよっていう方はこちらのお店で美味しい料理いっぱい食べてみてください。次はちょっと本当にそろそろ並盛りいろいろ紹介する動画撮りに行きたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。